担当直入に言いますとこれはいろいろなことができるなと、まあ、僕はまあ音楽ゲームを担当してますので、まあ、その辺で特に踊りなんていうのはまあナタールはもってこいかなと思わず直感で思いましたね、はい、ナタールであるならば普通のですよこう例えばこういう感じであったりとかですね、まあ、こうなんなんですか踊りらしき踊りっていうのが全て再現できるのではないかと、まあ、僕ほ本当踊れないんですけどね。 実はあの音楽っていうのはですね基本的に演奏するっていうものは基本にあったりとか例えばまあダンスもありますけどねあの例えばステージに立てばあのお客さんこの辺でですね、えっと、ナタールというものはですねいろいろやれる可能性があるのではないかと、まあ、ステージに立ちますと客席が見えますと。で、えっと、例えばステージで「みんな元気か!」って言ったら客席がみんな「あー!」って言ってくれると。 例えば物を投げますとお客席へこう捉えるとかこの辺がですね非常に実はステージに立つ人間から見るとたまらないものなんですねステージで演奏するそしてお客さんがいるそこでコールレススポンスっていうものがやっぱあります基本的にこのナタールを用いて僕自身はもっとリアリティのある音楽エンターテインメントをゲームという形で皆さんに楽しんでもらいたいと今考えていろいろと動いております。